HD102195 は、乙女座の方角に、約96光年の距離にある大色の、主系列星である。2005年、キットピーク国立天文台における、視線速度法の観測により、太陽系外惑星 ET-1 が発見された。これは新世代の視線速度測定装置である、エクソプラネットトラッカーを用いた検出であり、 発見を報告する論文の中では、惑星は装置の名称にちなんで ET、ET-1 と呼ばれている。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する、IAU100NM ExeWorlds p r o j e において、HD102195 は、イタリアに割り当てられる、境外惑星系となった。 このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、イタリア国内での先行、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、 HD102195 はフレギトンティ HD102195B はレテと命名された。フレギトンティレテはいずれも、イタリアの著名な女子誌、ダンテの新曲に登場する、ギリシャ神話由来の名界の川で、フレギトンティは、日の川、レテは忘客の川のことである。ありがとうございます。